はい、どうもタンタンです。今日はこちら愛媛で、制作しております木田さんのブランド木田ウクレレワークスからですね、こちらはテナーサイズ、こちらをご紹介したいと思います。ナンバー064のテナーサイズですね。ボディはハワイアンコアで、まあ、2A グレードぐらい、こんな感じで、まあ、ちょっと価格抑えめな形で作っていただいた、そんな一本でございます。まあ、シンプルな形ですけども、非常に、ね、塗装なんかの仕上げも綺麗ですし、ワンポイントのこのロゼッタのアバロンも非常に美しいんじゃないかなと思います。そしてヘッドですね、これまた特徴的な木田さんのこのヘッドデザイン、そしてこのロゴですね、こちら、はい、こういった感じとなっております。で、まあ、やっぱりボディシェイプとかこう作りなんか見るとやっぱタマカのリスペクトしてる感じが現れてますよね。結構こう広域もねしっかりと出ますけれども、この何て言うんだろうな、弦がこれカマカの弦なんですよね。で、木田さんもそこもすごくこだわりがあって、いろんなセット、中からこう弦もできるだけこうしっかりと均一な太さのもの、張りのものっていうのを選んで弦も使ってるようなので、そのあたりのこだわりすごく感じられるところですね。で、ただやっぱりカマカの弦って言ってもカマカのウクレレ、テナーサイズ HF3 とはまた随分音の雰囲気は違うのかなと。カマカのがもうちょっと音のトーンがまろやかかな。木田さんのウクレレの方がもう気持ちハイの方が出てるような、そんな印象ですね。結構太めでしっかりとした腰のある音でなってくれる、そんな一本なんじゃないかなと思います。テナーサイズらしいね、こう迫力のあるサウンドが楽しめるんじゃないかと思います。ということで、こちら、木田さんが作っております木田ウクレレワークスの、ナンバー064テナーサイズ、ハワイアンコアを使ったテナーサイズでございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。